ごきげんよう劇団小林の店です僕思うんですよね。システム手帳でバレットジャーナル風に手帳管理したい。ですよね。もうやっぱりこうなんだろうなこう,いうこういう時に男女っていう言葉を使うことをね、えー、とためらわれる昨今になってきてますけれどもやはりこう男の夢じゃないですか。 理想的なバレットジャーナルとシステム手帳をうまく融合されたかっこいい手帳。ね。わかってますわかってますわかってますよ。女性もそうだぞ。女性もそういうのいるぞ。男も興味ないやつもいるぞ。わかってますわかってますわか,かってます。いわゆるだから。一般論だから。ね。いわゆる男の夢ですから。別に男の夢っていうからって男の死が夢見ちゃいけないとは一言見てませんからね。女性にも男の夢があったっていいし。はい。 いいなーって思うわけですよねで最近手に入れたこの国沢さんの、えー、と黒染めハンプのバインダー、えー、と先週ね開封動画出したのかな、はい、ウキウキで開けてキャキキャキャ言ってたと思うんですけれども1週間かけて、まあ、いろんなところに持ち歩きましたっていうかね持ち歩きやすいんですよなんせこいつですねそもそもなんですけど。 この L サイズ、ロルバン L サイズとほぼ同じサイズです。ってことは、ロルバン L サイズを持ち歩くのに何のためらいもない、何の抵抗もない、何の、えー、と障壁もない方は、全員使いこなすことができるということになりますよ。ね。これが入るってことは、これ入りますから。でしょだから、英語よりもちょい小さいんですよ。なので、例えばサブポケットとかでも、でっかいサブポケットあるじゃないですか。あそこスポーッと入ります。えっ、ー、と、なんだ、キャリングポーチとか、 あそこら辺だって、えー、とこの B6B6 サイズか B6 サイズ界隈、<laughs> B6 サイズ周りの大きさのスポット入るものって最近ねカバンもね収納スペース大きいの流行ってますから全然入るんですよ入るんだけどバイブルサイズよりも横幅が広くて、えー、ちょっと上も大きいこれがね書き浮いたらないんですよで えと今まで「春だけバラジャーナル」っていうのここ数か月やってまして、えー、と大きいノートに最終的に貼って完成させていくと。でこれがギリいけんじゃねっていうのが思ってるわけですよこんな感じで。えっとね「17日」がこんな感じでね書いて貼ったら「これギリいけんじゃね?」と。うん、でこうやって使っていけばまあもちろん最終的に英語にまとめたりこのまんまあのゴン太な。 バインダーに閉じていって1年間やるかって僕は、これはまあ正直システム手帳だから自由なんで、まああんま決めてはないんですけど、そういう感じでいけば、このサイズ、この独特のね、まあいわゆるなんていうのシステム手帳のジャンルで言ったら、特殊サイズっていうことになるんだと思います。あの WH ね、ワイド英語、あれの大きさと近いんじゃないのって言われると、まあ確かにちょっとは近いです。ただ、 あれよよりも縦が広くて横は狭いんですよね。英語の,のサイズで横があるとこうなんか正方形みたいになるでしょ机屋って感じがするんですけどそうではないですね。で英語よりもちょっと小さいから本当にこれがね細やかにいけるのでこいつをですねすごくシステム手帳として、まあ、母感というかまあマジで何て言うの一番使いみたいな基本的に僕は今システム手帳は M5 サイズこいつに日々のタスクや月のこと週のこととかちょっとしたメモとか。 てての機能をここに一集約させてます。で大きい手帳用枠として、えー、と英語手帳を持ち歩いてたんですけど英語の「ローマ・クラシックの20、mm を」の 20mm をだけどそれよりもコンパクトなんだけど割とそれでやってたことはだいぶ実現できるんですよねだからこれいいなという感じですはいでももちろんこのね M6 持ち歩いてますけど M6 は1週間を全部管理したりとか、まあ、ちょっとこうね時刻表とか ちょっと特別なことがあった時よって感じではあるので、まあ、これはまたこれでねなんかどちらかって言ったらもうこいつなんか財布とかそういうのに近いんだよなうんなんか、うん、参考書みたいなだから基本的にはこのメモ帳とこのノートって感じで、うんえー、こいつを使ってバルジアーナルを作ってきましたので、えー、とちょっとねセットアップしたから、えー、とそれをちょっと皆さんと一緒に、えー、見てみたいと思いますよろしければ最後までお楽しみくださいまずね こんな感じですよ。もう、もう、ここが、ここでさ。勝ち確定でしょはい。ね。ちょっと、もう、ここ、ここ目でましょう。まず、まず目でましょう。はい。はい、かっこいいですね。はい、かっこいいです。もう、これね、ステゴザウルスと呼んでますね。このステゴ化が。進んでます。ね、ステゴザウルス化が。しっかりと進んでますから。もう。ね、だいぶ、こう、使い込んだ感が出てるでしょまあ、全然使ってないですよ。一週間しか経ってないんで。 ただ、えっ、ー、と、機能をこちらにいろいろなものを入れていって、まあ、これからまだね、拡充させていくんですよ。この中の機能を。で、とりあえずは今、英語から取り急ぎ、こう、映せるものをどんどん映してるって感じですね。うんで、えっ、ー、と、この、M5 手帳との小さの使い分けっていうところも今から喋っていこうかなと思うんですけど、まずここ、えっ、ー、と、ロールバン L サイズのノートを、えっ、ー、と、一応入れてます。ね。なんとなくこの見栄えがいいからってだけです。で、次。 こ,れこっちはねあの試しに書いただけなんですけどこれは、えー、と純正というかブレッシングさんで発売されてる、えー、純正の、えー、とマンスリーこれフリーマンスリーなんで書き込むだけですで両面に書いてるんでこう右側にマンスリーを着た人左側にマンスリーを着た人どっちも便利なんですけど僕は左側にして右側に1月のタスクとここがねあの僕はねウォントリストって呼んでるんですけどとりあえずまだ日程は決めてないけどやりたいなと思ったことを書くことみたいなウィッシュリストほど行々しいもんでもないんですよははいでこれは 1>, まあ1月にやらないかのことだったらまあライブのことばっかりですね。あと放送大学のテストがあるんで、えっ、ー、とそれをちょっと書き込み始めました。まあね、本当に途中で買ったのがバレるぐらい途中から書き始めてるでしょ。で、基本的にはですね、このトゥデイリストはここにありますし、えっ、ー、と、マンスリー、あ、マンスリーあマンスリーはこうか、マンスリーね、えっ、ー、と、M5 に書いてます。そして、 1>, えー、1週間の記録も、えー、とに書いててますそして1週間に関して言えば1週間を僕はすごく大事にするんでこう時系列ごとに書いたやつでこう管理してだから毎朝これとこれを見ながら t Today タスクを書いていくって感じではあるんですけどこれは。 そんな細かく書くというよりはその1ヶ月の予定を把握するためだから何日から何日にこれやらないといけないよねっていうような全体を把握するためのって感じではありますね。だからすごく便利な使い方を何これを見たら全部わかるって使い方よりはなんかこうもっと大きな流れを把握するために使う感じにしてます。で1月のタスクもこうやって書いていってでそれからウィークリーが決まってくるしそこからデイリーが決まってくるっていう感覚ですね。うん、で 一応ここに2月のも書いいてはいま,す、はい、まあでもやっぱりねここら辺もまたちょっと、ね、何ヶ月ぐらい入れとくのかとかそういうことも、えー、とここからうーんこう考えていくんでしょうね。で次ここに1個インデックスがあります。でこの手帳めっちゃかっこいいんですけどなんせさっきも言った特殊サイズなんでないんですよ、えー、とリフィルがまあ純正も、えー、とマンスリーとマンスリーだけかとりあえずあとはあのなんか無地とか。 ね、ドット方眼とか方眼とかなんでなんで、まあ、とりあえずこういうのね自分で作らないといけませんこれはあの簡単にできますはいクリアファイルで、うん、パチパチと穴開けて、うん、してますでここが、まあ、いわゆるバレットジャーナルのモジュールがスタートするところですはいえっ、ー、とこうね一発目インデックスをつけてますでこのここにこのえっ、ー、とこのインデックスまでのこの間に モジュールを足したらここに書いていってでいらないなと思ってえっ、ー、とないないしたらこう消したりとかしてここをガチャガチャ移動させることによってここを見たら今これが入っているよみたいなのがわかりますということですねただまあここにぶっちゃけインデックスシールつけてるんでぶっちゃけいらんかもしれないですけどまあでもなんかこう書くことによって今どのくらい詰め込んどるかがわかるんでねなんかこう再現なく詰め込んだり再現なくなんかあ似たようなの作って被ったとかなんかそういうこともあるかもしれないからインデックスをつけてますで最初ウィッシュリスト百 ままだ書いてませんでですサラチですそしてこの YouTube ってところですね YouTube のアイディアをこれ今 Y ってこれ分かるかな M5 の手帳貼ってますだからやっぱり歩いてる時とか、ね、パッと思いつくんでそういう時とかうんこんな感じでメモするところで書いてメモしたやつを貼っていくって感じのイメージですねまあもちろんこれえっ、ー、とこっからねこれデイリーログのところとかもあるんでで デイリーログを書いていく作業もされると思うんですけど、そうなっても、Y ってなったら、じゃあ、ちょっとこっちに書き写そうか、みたいな感じで、えっ、ー、と、YouTube のアイデアだけはちょっと別にしてたんですよ、英語サイズの時も。だから、英語サイズのやつも、ちょっと、めんどくさいけど、書き写して、こっちに転記しようかなと思ってます。そうすると、やっぱ、あの、外、もうね、今忙しいから、外で、あ、いかんいかんいかん、今週の火曜日の、えっ、ー、と、YouTube の企画考えなあかんとかなったら、外でどうしようとかで考える時多いんですね。で、その時に英語持ってって,ってないから、 まあお家帰ってからでいいかってやったら時間がずれるので空いてる時にあこれ空いてるときにこれやろうっていう時に入れたいんで YouTube のアイディアはここに書き出していって貯めていこうかなと思ってますで次コントですねコントのアイディアコントのアイディアもやっぱ思いついたことを、まあ、貼ったりとか、まあ、こうやってもう書いてえっ、ー、とこれ2行しか書いてないけどえっ、ー、とここから広げていったりとかってことが適当にできるよねみたいなブースですねはいで これは今の体の代謝とかカロリー計算とかを書いたものこういうこれを目標に食生活を作ってますでこれですねシール置き場って言ってますけど要は付箋ですねはいなんか結構リング大きいんで大容量ではあるんですけど見開きで使うもんあったり便利かなと思ってでこのインデックスシール、ね、いわゆる昔ながらのやつでこれって 何回も開けたりとかするものとかはこれの方が便利なんですけど例えばもうちょっとの間だけ開けるものとかこれちょっとめっちゃ便利じゃないですかはいあの無印の付箋ですねあとがちょっとの間目,指し目立たせたいだけとかはこれでいいわけですよでこれ無印の,あのチェックリストも兼ねた付箋こういうのも、えー、とバレットジャーナルって本当にこにどん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 と書き進めていってでえっ、ー、とその中にタスクもあったりその中にメモもあったりって結構あるんでそこ をシステム手帳ライフに使うんであれればまずはメモ目立たせると <laughs> これで,でそんな中で、えー、とあこれはあのこのシステム手帳の,この原価があるから途中でストレージに行くじゃないですかでもこれは引き続き持ち歩くもんだなと思ったら、えー、とこの、ね、シーラカンスからのブースに入れていくっていう作業をするでその時に、まあ、何枚かこういうのがあったら便利なんですねであとこれもあの布の、えー、とインデックスこことかに使ってますけどめっちゃ丈夫なんでだから今はの今は。 マンスリーのところに実質つけてるだけなんですけどもっと便利な使い方があるかもと思った時には予備に2つつけてるって感じですねこれもうめちゃめちゃ粘着力あるんで本当何回でも使えるとめっちゃいいです。はい。っていうところまでこれがだからなんだろう固定固定みたいな感じかな不動の不動のゾーンって感じで次からがえっ、ー、と銅のゾーンですね <laughs> 今抱えてて、えー、とデイリーログとは別にしたいものっていう感じです。うん、だから ここちょっと複雑なんですけど、えー、とここからはマジほぼノートですほぼノートうんもうねほぼってなんだよと思うかもしれないけど今ここにこうなんか3日目4日目5日目えっ、ー、とミーティング親子って書いてるんですけど親子要請のミーティングの結果と内容とかえっ、ー、とこれ345ってのねこれねセルフ覚えですあのちょっとこうね何日目みたいな感じのシーンがあるコンテンツなんでこれタイトルにしてるんですけどえっ、ー、とねすごく僕は地味な。 覚え方をするんでひたすらセリフを書いておくんで。はい、書いて覚えて、さらに音でも聞くんですけど、まあ、とにかく書いたやつうん。なんかじセリフでまあ、印刷してまあ、パソコンの文字になって出てくるんですけど、まあ、僕は書いた文字を後から見直した方がえー、っと何だろう。覚えがいいタイプなんですよ。なので、まずはえー、っとしこたま聞きながら写してで、それを何回も。 映、うん、してそれを見ながら、えー、とこれを見ずに言えるようになるまででこれ今自分のセリフしか映してないんですよねうんでそうすると相手のセリフあるじゃないですかで相手のセリフはまだ出てこないんですよこの段階ではだけどしこたま覚えて何かも繰り返してこう自分の中で自己テストしていくと相手の言葉を聞いた時にその言葉が出るっていう状態になるためには結局相手の言葉も覚えちゃうんですよ、うん、なので、えー、これ繰り返していって相手のセリフまで覚えるところまでいったら セリフ完了かなっていう感じで使う方をしてますでもとにかくこれは、えー、とコント講演が2月10日で終わっちゃいますからそうしたらいらないですよね、うん。ってなったらこれまたストレージに貯めて思い出にしていくっていうことなんでそうしたらいらなくなるからえっ、ー、とないないしてこれ消してっていう感じです。うん、で次、まあ、このミーティングの、ね、結果とかあとここからは雑記ですね、うん。雑記というかこれ今ここにフリーページありますけど。 ここからはマジで、えー、とバレッジャーナルと一緒です。バレッジャーナルもページごとに、えっ、ー、と、ま、いろいろあるじゃないですか。その、ページごとに書いていくから、デイリーログの次に、えっ、ー、と、ウィークリーログができちゃったり、えっ、ー、と、その次に、えっ、ー、と、なんとかリストみたいなのを作ってみたりとか、えっ、ー、と、順番になっていくんですよね。システム手帳みたいに整理できないのがバレッジャーナルの難点なんですよ。だから僕はシステム手帳をマジでノートのように扱って、バレッジャーナルの書き方をどんどんやっていくんです。こんな感じで。順序もね。 うん、うガチャっとしたミス、えー、とメモとかもあります。で、これとかは、あさっきも言ったようなけど、後で見返すとは思うんだけど、長い間見て直してるんだけど、なんかタイトルつけてインデックスつけるほどじゃないものっていうのはこういうふうにメモしたりとかします。はい。雑記帳の中に、これあれだな、お休みラジオの時の雑記帳だな。今でも覚えてる。で、これちょっと多、ま、分、あ、なんか、ちょっとメモして、あの、そうだ、こう、ね、デイリーログはなんかこう、最初のページから始めたいっていう性分なので、 ここで止めてもったいないけどでもこれノートやったらねこのぐらいやりるやっていうとねこのぐらい無駄にしたって次のページが始めたやったら始めたらよろしいと思うんですけどシステム手帳だったら若干もったいないですよね移動させたらいいからって思うけどで17日のところが貼ってあってでまあ何かのメモがあってこの18日ですねで18日ははまずこれ日めくりを貼って1日のねスタートに貼ってで 今こことここに鍵囲いつけたのは朝の今ルミナホリックでねた、えー、検証してみたんですけど毎朝ここに今日のタスクとかを書き出して今日多いな本当今日書き出してこれをうりゃーってあ、えー、と後で貼る,貼るだけバレちゃうナルだったんですけどこれは僕の想定ではもういいかな今日はちょっと特別に貼っちゃおうかな。 本当はこれあれですよ夜に貼るんですよでもまあいいやそうちょうどここねサイズが貼れるんででとりあえずトゥデイの、えー、メモをここで書けますね、まあ、ここに まあメモも書けるし例えばなんかちょっとしたタスクとかも増えたりとかしたら書けるみたいな感じでここを開いてればこう、えー、と18日のデイリーロゴが書けるみたいなでこ,うここが溢れたらどんどん次のページに行っていく、うん、で仮にそれで次のページに行っちゃって、まあ、ここら辺まで行ったとしたら、えー、ここにまた19って書いていくんですよ、うん、っていう使い方をやっていこうかなと、はい、そうするとシステム手帳を使ってるんですけど、まあ、ほぼバレットジャーナルなんですよね、うん、だから のいなんか外すことできるけど外すことを生かしてないバレットジャーナル状態がここでできると。でそれってさシステム手帳を使う意味なくないっていう気持ちはすごくわかります。すごくわかるんだけどだけど僕はこのシステム手帳を使ってバレットジャーナルをやることで例えば、まあ、こうやって、まあ、ちょっと今最近ちょいちょい見るからメモつけてるぐらいのもんとかを外してねこのね えっと、今抱えてるタスえー、今抱えてる案件のメモのところに入れてみるとか、えっ、ー、と、グランドメニュー館のところに入れてみるっていうふうに、自分の知識を分類して、えー、抽出して仕分けをするっていう作業。うん。これが僕はすごく意味があると思うし、それをやっちゃったらバレットジャーナルじゃないもんなんか違う気がするんですよ。うん。で、完璧に整理しておかないとシステム手順じゃないも、僕はなんかそれは、まあ、そうは言いましても。 って思うわけですよね。そうは言うけどまあそんな肩肘張らなくてよくないみたいな感じになるんじゃないかなと思って、えー、とこの使い方を思いつきましただからこう仕分けとしてはまあそうかマンスリーログのこう予定を管理するゾーン、うん、こういうふうに見ておいてまあこれと、まあ、スマホの Google カレンダーですねを使ってウィークリの予定を立てて デイリーに入れていくっていう作業のゾーンですよね？うん、と。ここがええー、と。まあ、えー、時期関わらずおそらくいるだろう。みたいなものね。うん、レギュラーレギュラーですよね。うんの部分ですかね。はい、なんかウィッシュリストもまあいるだろうと。まだ書いてないけど、1月も18日にもなってるけど書いてないけどで。youtube ゾーンは youtube のアイデアをどんどん入れていくところうんでコント。 のアア。イディアこれもねうん、あの外でネタ書かないかんなって時とかはやっぱりこれはいると思うんではい、でカロリー計算とかね体のこともでもこれもアップデートしたらこれをこのリフィルを書き換えて貼ることも当然想定されるんでうん、そういう意味ではすごく緩いんですよ。でシール置き場これもなんかここら辺まで隙間多いとんはまだなんか別のシールが便利かなって思うかもしれないんでっていう感じで予定を入れてます。 で、こっからデイリーログの残骸剣今抱えてるものみたいな感じですねだからセリフ覚えでセリフ移したやつとかは後々見直すのでこういうのは前に入れちゃうんですよもう順番変えちゃううんどこ行ったかなじゃなくてこれだけ動かしちゃうでそれ以外のは残ったらその、ね、いわゆるなんていうのかなこう村でうまかったらサッ,あのサッカー部に抽出されてくサッ,あのサッカーチームに抽出されるみたいな感じですよね だからここに残ってるのはサッカー上手いやつ以外の村人なんですよ。はい。基本的には村人を一つ一つ記録していくのがバレットジャーナルの基本なんですよね。あのこの村人これ、この村人これとか、えっ、ー、と、これの属性の村人しか書かんぞとかっていうことをやらずに全部書いていくのが一つのバレットジャーナルの大きな特徴だし、えっ、ー、と、バレットジャーナルを使って管理するコツになってくると思うんで、えっ、ー、と、それはシステム手帳を使う場合もそこは生かす。 けどシステム手帳はその中から抽出してより見やすいところにとか、えー、とそもそもこうやって抽出する行為が僕はすごい脳を活性化させるというか、えー、と脳の生産性を上げると思うんですよ、うん。これは大事な知識だっていうのを認識することがで,できますよね。バレッジジャーナルはとりあえず全部入れてとりあえずこの中にあるから安心しなと君たち分類苦手だろうみたいからスタートするんですけどまあいいよ、うん、苦手だろうが苦手じゃなかろうがバレットジャーナルはいいと思うよけどそこで抽出できる、ね、整理することができる。 余裕があるんだったらやりましょうってこと。だからなかったらそのまんま突き進んでもいいしっていう風な、えっ、ー、と、ことができる分け方にしてるって感じです。だからこう本当にこのジャンルはここ、このジャンルはここって決めてるわけじゃないです。基本的にはバレッジャーなのでガーッと進んでいくんです。ガーッと進んでいくから、このインデックスだけで成立する。うん。けど、その中で必要なものを、えっ、ー、と、ね、今必要なものは抽出したり、で、グランドメニュー化させたら抽出するっていう感じでやっていくと、その、 結局メモって自分が欲しいと思った知識の集合体でしかないので、その、それを、えっ、ー、と、どこに閉じるかっていうことを考える行為が、その、えっ、ー、と、企画とか、そのネタとか、その仕事、その思いを収集することになると思うんですよね。うん。だから、えっ、ー、と、そこで成立させていくのかなって感じです。で、今でも、結局、これはもうバレッジャーナルなんで、で、今やってるのが、えっ、ー、と、日記 えと日記って言ってもあれなんですよ文章じゃないんですけどこ,のこれはもう今でも英語サイズですけどここですねこうやって毎日をこう比較しながら書いていくゾーンこれはもうやっぱりここのリフィルが偉すぎの偉すぎなんで,、えー、とこで大きさも完璧だしこいつは絶対このまま続けていくとしてそれ以外のところですよね、うん、今日のご飯、うん、食べたももんとかもまあ M5 ここ、ね、外で書く時はここに書くんだけど、うん、家では基本的にはもうこの,この部分を開けとこうと思うんでカリ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 って書いていくみたいな使い方、うん、で、えー、とさらにこれあ家,で家ではこれ開けとくんですけどって言ったんですけどこれってまだ完璧じゃなくてっていうのがこう置い、ね、机の上に置いとくとそしたらこの部分無駄じゃないですか。この部分何も書けんし そうでこれ後から貼るかもしれないってことを想定したらこっち側に書いてっていうのは悔しいんですよねうんでそこで使われるのがロルバン L サイズなんですよロルバン L サイズやったらちょっと狭い場所やったとしてもこうやって置くこうできますよねうんで同じああ同じことができますこれうんで例えばこうね想定しますよねとこうこれだったらもう 普通に置けるじゃないですか机の上でもまあもちろんこう狭いとこだとここでもいいけで例えば日々のデイリーロゴをね書いていくわけですねこんな感じで例えばみんなが大好きないるでしょうこういう人がよいしょみんな知っ,、ね、知ってる大好きなね ドこうもう見まごうことなきドラえもんだと思うんですけどはいこれでで書くじゃないですかうんこうデイリーログとしてね今日一日かけてこう何かあったことをススッと書いてたら気が付いたら、えー、とドラえもんになることっていうのもこれは多々あることですよね。まあまあまあちょ,ちょっとこれ仮にですからねうんまあまあ皆さんが、えー、どうかっていう,のていうよりはこうちょっと皆さんにね こう紹介するためだけのあれなんでまあ例えばこんな感じで書くでしょまあ当然これ皆さんご存知ねまあみ皆さんご存知のねこう「ピッカー!」とかって言ったするじゃないですか。 でこういうふうにデイリーログは、えー、と机の上ではロールバンで書いておくとそうするとこれねこいつはなんと大きさが一緒ですからここに閉じれちゃうんですよ。これ偉いよね。 ちょっと穴開けようか穴開けよっ開けちゃう。もう開けまくっちゃうもう穴穴開けて何や何だかわからないようにしちゃおってなりますよねどうしてもねちょっとだけ縦がちっちゃいんだけどね わかんないでしょ。うんまあ色,色は違うけど色は違うけどだからね、おうちに、えー、ともうあまりまくってるこのロルバン L サイズが直接リフィルになるとだから言ったらこれ出張リフィルですよで出張リフィルと同時にこれただの糸とジリングノートとしても使えますからロルバンですからねでこれポケットもあるしこれ死ぬほど便利ですだから こいつを使うことによってねロルバン L サイズおうちにねこうちょっと余りがちなロルバン L サイズも、えー、とそのまま活用することができるしそういいとこ取りができるっていうのはマジで偉いですよねうんなのでこれよいしょこんな感じでセットアップしましたちなみにさっきねこうチロッとこうね貼ってあったけど えシール置き場になかったやろうってなるかもしれませんがなんとこれポケットがついてんのこのポケットもねこれから活用していくことになると思うこれねこうやって置くこともできるしこっち側やったら、えー、とちょっとね書類とかポコッと紙を渡されと時にスポッと挟むことができるで革やったらなんか色とかどうなってんねんやろうとかねひっついてとかあるでしょ革ってずっと置いとったらみたいなでもこれ布やけんねそこらへんもちょっと試してみないかんよねとは思うけど まあ、ちょっとした挟むものとかやったらこれでで上等ですよ、ねうん、なんかまあどうしても不安やったらちょっとクリアファイルみたいなのを見つけてこれにぴったりなでそれを経由して挟んだりとかしたらよりいいんじゃないでしょうかうんまあね先週ねお見せしたこのバインダーまた成長してまいりましたわはいやばいわこれやばやばいでしょこれ この感じこの感じいいね断面断面です断面好きさん集まれーはいいかがだったでしょうか今日はねこの組沢さんのえっ、ー、と黒染めハンプのシステム手帳システムバインダーを使って、えー、とバレットジャーナル風のシステム手帳の管理ノート術を、えー、セットアップしたので紹介しましたこの動画がいいなと思った方は是非チャンネル登録高評価して次の動画をお待ちください ハッシュタグ、マるみんで、視聴者は Twitter、Instagram で交流しております。そちらの方も楽しんでもらえると確信しておりますので、ぜひ覗いてみてください。あと、サブスクリプションが2種類あります。詳しくは概要欄にありますので、こちらも覗いてみてもらえると嬉しいです。とにかく私たちを応援してください。というわけで、いや、このサイズいいわ。まあ、なかなかね、まだこれ、ちょっと他の人使ってる動画はあんまないからさ、他の人の動画も見たいんで、<laughs> ぜひ、皆さんもこれ、えっ、ー、と、検討してみてください。それではまたお会いしましょう。 拜拜。Bye bye.